ノーナンデモ相談室、えー、皆さんからチャンネルのコミュニティページにお寄せいただいたご質問をにお答えします。えー、森市さん、いつも動画を楽しく拝見させていただいております。とても勉強になります。えーと、FK さんかな。えー、大学三年生で、二、えー、年生の頃に八百本の楽しさに気づくことができたということで、小説を選ぶ際に、時間の中の最後に耐え抜いてきた作品が良いと思ったので、夏目漱石の小説を読むことにしました。 えー、我が家が猫を読んでもですが猫という視点から人間の心情や関係がとても詳しく捉えられているのでとても面白いです。くしゃみ先生、明帝君、寛月君の主義体験の <coughs> とお取り合い <coughs> 女性の声が聞こえて「はしから飛び降り神」あそこ読んでんだね猫が虚栄心華々しい時をしていますが猫自身も自分の 有名さについて評価に対する不満を感じています。これは結局終わりもだと思っていても、教育者を捨てることをできないこと、を遠回しの表現なのではないかと感じました。ただ、間違ったフレームかもしれないのですが、疑問をぶつけよう人があまり周りにいないので、よろしければご返答いただきたいです。長官、ありがとうございました。おお、すき家さん、素晴らしい。いいなあ。羨ましい。羨ましい。あの、若い子である。初めて読んでるんだ。いいなあ。いや、あの、若い子であるはかなり変わった小説で、でね、まあ。 そうだよね。あのマウントの取り合いとか面白いね。そういうあの見方すごい面白いと思うし。やっぱりあのくしゃみ先生が漱石本人じゃないですか。で、その。なんだろう。そのいろいろ。人間として。なんていうかな。いろいろ。すごくなんか。うん、俗なところを書いてるのがすごいんだよね。だから、そこら辺の自己批評が。まさに、だから、あの。えっと、猫自身もそうなんだけど、その。自己批評っていうのはすごい漱石は。 そこはもう全然他の作家とは違うっていう。で、あの漱石はですね、あの F. K. さんこれからもし読まれるんだったら。坊っちゃん、次い坊っちゃんがいいんじゃないかな。もしまだ読んでないんだったらね、坊っちゃん。あの三四郎、それから。もう全部作品。違うんですよ。漱石がすごいのは一作一作全く違うスタイルで書いてるところで。で、そこから入って。その甲府とか二百十日とか。 かなり実験小説と言えるようなものも出てくるんで、まずは坊ちゃん三四郎それからですかね。このあたりはもう文学史上、そしてもちろん心心。まあ、本当にすごい作家です。もうありえないぐらいの。すごい作家なんでぜひでもいいんだよね。漱石を初めて読んでる。この初々しい感じがすごく良くて。でも素晴らしいです。本当にありがとうございます。 山見涼さんですね。えー、サバン症候群の方にカレンダー計算ができる方がいます。一般的な方はセラーの公式会を使って時間をかければできると思うんですがサバン症候群の方はなぜ即時に回答を導けるのでしょうかとねこれはね学科に定説はないんですけどまあいろいろ可能性ありますよね。だからカレンダーがこうやってビジュアルにパーッとなんか見えてて我々が普通カレンダーを見るのと同じようにそのしてるっていうこともあるしそれからそのまあいろ,いろな 計算式使ってやってる可能性もあるんだけどその計算式使うのがあの無意識のうちにやっちゃってる可能性もありませんねただ計算式をあの使うって例えば一般的には数学の知識とかがいるような気がするんですけど必ずしもそのカレンダー計算できる方が、えー、数学の達人であるとも限らないんで。 そこは本当に謎でだから脳はやっぱり好きこそものの上手なやというかやっぱり興味を持つんですよねサバン症候群の方はカレンダーの何年何月何曜日だっていうでその興味を持ったことについては脳はリソースを割り当てて何か方法を見つけるんでしょうねだそのアルゴリズムっていうのがその脳の神経系の,そのアルゴリズムで、えっと、一般的にその我々が公共空間の中でやり取りしているようなものとはちょっと違うのかもしれないんだけど、まあ、とてもとても面白い問題ですよね <laughs> 山田花さん うんと感覚についてお尋ねしたいことがあるんですが昔からお腹が痛んだ時に親にさすってもらったり子供が転んで痛いの痛いの飛んでけみたいにして痛みが和らいだように感じるのは精神的なもの手のひらのぬくもにあるもののほかに何か理由があるのでしょうか、まあ、このスキンシップっていうのは一般にその脳の,その身体近くというか扁桃体とかそういうことを通して <laughs> と感情の何ていうか回路を高めてくれるんでだからねあの全然そのまあ 気のせいって言うんだけど気のせいっていうのは結局そのちゃんんと神経科学的な根拠があるんですよね。そのだからえー、とさすってもらったりそういうなんか手当てっていう言葉あるじゃないですか手当てて手を当てるってまさにそういうことによって脳があの感情とかそういうところから自ら治、ま、す仕組みを持ってるということであのと,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 とてもとても大事なことなんですよね。えー、アジさん。 えー、私はノーメイクのヘアセットノーヘアセットで学校に行ってますしかしほとんどのクラスメイトは毎日アイプチやヘアアイロンアイプチってなんだろうな、まあ、ヘアアイロンで髪を巻いたり化粧をして学校に来てます、えー、ある日私と同じくノーメイクノーヘアセットで来てる子が陰口を叩たかれていましたよくあんな顔で学校に来れるわねしゃべり方だけじゃなくて顔もうるさい気持ち悪いと言われてましたなぜ勉強して,してきているのに 公表しようことで誰かが言われるのかわかりません。どうして顔だと変えることが難しいものについて優劣をつけて見方せるのか私は疑問です。まあそうだな。あいせさんいつもなんかそういうね悩んでるよね。同化圧力っていうかね。そうなんだよね。女子同士のそういうなんかなんとかある種集団心理というかグループダイナミックスっていうのはこれはねだジェンダーとしての男性にはなかなかわからないところなんですけどただそのまあ。 学校ってね同じ年齢の集団じゃないだ社会としては狭いんだよね社会の外に出るとその中で通用しているなんていうか価値観とかルールってむしろマイナーになっていくんだよねだからその別に世の中ノーメイクノーヘアセットの人なんてものすごくたくさんいるし別にそれその方ってあの社会の中で目立たないし誰も気づかないんで 今の学校という非常になんていうか小さなイングループの中でそういうダイナミックスがあるだけであの外に出ると別に気にならなくなると思うんでもうちょっと我慢してくださいあるいは学校以外のなんか人間関係をなんかそういう接点があるといいかなと思うんだけど自分の個性を大事にしていれば別に、ね、気にする必要は僕はないんだろうなと思うんですけどねえ次のご質問ですね。 すみません <laughs> えっとはいえー、っと著名特命についての質問ですと、えー、自分が通ってる施設の支援員の方に、えー、事件に巻き込まれる可能性があるので、えー、顔や名前を出さないようにしてくださいっていうことで、えー、であそうかそうかえー、っと そのだからいわゆるハンディキャップを持っていらっしゃる方についてですね、えー、その個性をどう生かすかということについて、えー、匿名でなんかそれを守ろうとするというそういうなんかの、うん、あのルールというか日本の雰囲気はどうなのかっていうことですねちょっと長文なんですけどもちょっともし興味がある方は。 えー、現そのホームページっていうかですね、えー、コミュニティページ見ていただきたいんですけどまあなるほどねこれやっぱり考え方の違いなんですよねでねこれはねちょっと考え方があのちょっとねご参考になるかどうか分かんないんですけどアンシャントラベルさんに対してあのー、僕そのテレビの仕事でね昔あのーえー、例えばそうだなサバンの方々例えばそのコミュニケーションはすごい苦手なんだけど、えー、聞いた音楽は 瞬時に覚えちゃうでそれを弾けるとかそういう方々の取材に行ってたことがあってでそういうことをテレビで放送するとその後にあのなんかすごい反響が来るんですよでその時に「あのうち周りにもそういう子がいます」とかねそういう反響が来てでねそのあの何て言うかこれちょっとあの別の場であげる機会があってあげたらいいかなと思うんだけどあのなんか。 日本では実はそういうすごくユニークな個性を持っている子が実はいるんだけど海外だとそういう子があの有名になってくるだからキム・ピークさんみたいに、えー、とレインマンのモデルになってキム・ピークさんみたいねところが日本だとそういう子が密かに生きてるっていうかね周りの家族の方が隠しちゃうってところがあるみたいなんですよ。そそここら辺はででも日本だけけじゃなくてその面白かっったんですけどそのイギリスにににに取材った時にそこにあの留学にし 来てたイタリアの人が、やっぱイタリアでもやっぱりそうやって隠しちゃうんだってことを言ってましたんで、あのそこはね、うん、なんか日本の社会のちょっと限界なのかなと思うんですよ。だから少しずつ変えていきたいですよね。そういう個性を生かして、あのそのユニークな個性がみんなに伝わるような社会に少しずつ変えていきたいなって思うんですけど、とても大切なご質問ありがとうございました。えー、マートンアラスカさん。 強迫性障害には認知行動療法がおすすめとおっしゃっていました。えー、認知行動療法では、凶悪行動や凶悪関連のもとになっている不合理な考えに、実際にはそんなことはないと、もう一人の冷静な自分がパッチを当てることだと思っています。そうだね。しかし止めることができない理由に、えー、その不合理な考えが完全に間違えてあることを証明できないことがあります。うん なな、るほどな間違いとかね、えー、とそういう正しいか間違いかってことじゃないんだと思うんですうう思考って結局だかその、我々一連の時間の中で生きてるわけじゃないですかで生きてる時ってその正しいか間違いかっていうのも分かんないことが多いんですよねその時々は。でやっぱりだからそのうーん何て言うかな行動って結局逆に言うと正しいか正しくないかっていうことにあんまりこだわらない方がうまくいくことが 多いということを経験的に理解するってことですかねだから正しいか正しくないかというよりも自主的に <laughs> 自分が生きる上で楽しいかとか役に立つかっていうことからメタ認知というかそのパッチを当ててどうやっていかれるのがいいのかなと思うんですけども修司、えー、さんロックミュージックを聞き,つけて聞きつけていると身体的にも精神的にもアンチエイジングの効用があるというのは続説でしょうかあ、そういうリサーチがありますかちょっと今すぐは思いつかないですけどまあロックミュージックに関わらず あのまあアンチエイジングってユースあのロックミュージックってユースカルチャーだからっていうこともあるんでしょうけどまあ僕が好きなモントロールのグループの研究は要するに自分が好きな音楽だと報酬系が活動するっていう、まあ、そういうリサーチはありますけどあまりなんかその、うん、やってはいけないあのなんていうかその紅葉っていうのはそう音楽の,そのどんなあの じゃあの音楽でもも好きなものやってはいけないって言ったら次の,あのご質問のかかてブランチさんのご質問の一部の文字を読んでしまったんですけどあのお話しながら、えー「学校の美術の成績をつける行為はここそこはやってはいけないことだと思います人生に何かを想像するという生きがいをなくします」「そうだね日本の美術教育っていうか図工小中学校小学校のか中学校も図工ったんだっけないかあれは大問題ですよねあのー。 まあこれだから社会全体として現代アートとかに対するあのなんていうかリテラシーが低いってこともあるんだろうけどねまああの自由なんですからね現代アートってのは。だからそこでなんか要するに特には僕は学校の成績をつけるというかあのいい悪いっていう。 のをみんなで考えるのがいいと思うんですよで。それはひょっとしたらあれかだよね美術の教師が一人で決めるよりクラスメイト全員で評価させる方がリーズムブルかもしれないよねそこにはいろんな視点があるだろうからその時に学校の先生がどういう基準でいるかってことはみんなに隠してやるようにしたらより面白いかなと思うんだけどただその、えー、とその時に何かそのやっぱり美術のリテラシーっていうのはかなり問われていて。 あの世の中にある美術教育美術表現の可能性ってことをあらかじめ知ってないとその評価ってのも偏っちゃうと思うんでだから聞き換えだよね。あねいい作家の作品を現代作家を含めてたくさん見るっていうことが美術教育の重要なポイントでやらなくちゃいけないんだろうと思うんだけどあんまりそういうことしないよね <laughs> だからアートスクールに行くとそのいい作家のいい作品をたくさん見るってことがあるんだろうけど。 そういうことあんまりしないかなだからそうそう,そう俺ねあのよく海外で見て日本でほとんど見ないなと思うなその美術館に小学生が来てるってのはあんまり日本で見ないんだけど海外だったらしょっちゅう見てるでしょ僕自身もその小中学校の時に美術館にみんなで行くってことがなかった気がするのよねだからやっぱりあの美術作品ってあのただ画像として見てるだけだとやっぱりダメだから実際にホワイトキューブーって 美術館で見て初めて分かることもあるかな。そういうことから始めないといけないのかなって思うんですけどね。えー、サイロ三十八さん、音楽を聴ながら勉強するこすることについてです。余裕を超えてるからいつもおっしちゃいます。えー、私の知ってる天才は重要な試験ほど頭の中に音楽が流れます。深川大野とパソコンしながら対談することがあります。そのように別分野が入ってくることで想像的につなげることができます。勉強と同時に起こりうるこれらのすべて事情事象は。 すべて余裕ぶっこいてるから起こうわけではないというタスク、えっと、二重課題を農家学者はどのように捉えてるのかっていうことですと、うーんそうだね。だからそのまその二重課題をしているときはいいと思うんですけど、ええー、となんだっけ対談まあだから対談とかそういうのは負荷がそんなだからあのやっぱり数学とかあなんかものすごいなんか本当になんていうかな。 全身全霊でバーッとやっていかなくちゃいけない時っていうのは自然にその二重課題は実は長らでやるってのは僕は意外と得意な方で、えー、といつもやってるんですけどやっぱり本当になんか本茶の時っていうのはあのなかなかねただそのご存知でいらっしゃる天才が重要な試験ほど頭の中の音楽が流れますっていうのはそういうやり方の人もいるかもしれないよね BGM みたいな感じね、まあ、それはそれでそういう脳の個性だからいいのかなと思うんですけど。 まあ一般的に言うとその負荷が高くなってくると単一タスクになるっていう傾向は脳はあるんじゃないかなと思いますね。ニルバーナさん学力偏差値は赤人心だと思いますが、えー、<laughs> 政府はそれはゼロ話だという知ってるんでしょうかこのレッドヘリングすごいね赤人心って言葉レッドヘリングっていうのはですねこれえっ、ー、となんでレッドヘリングって言うんだろう語源。まあななんんかかかそそののっていうかそのなんか どうなんかあんまり意味がないっていうことなんだけどなんでレッドヘリングって言うんだろうねえエティモロジーファイルレッドファイルこれだなんでレッドヘリングってのはどっから来たんですかってあレッドヘリングというのはあジェンド・イーン・ローマダミステか長いなこいつ。 アクシオのフィギュアティブセンスのフレーズあ、uh, actually, the, uh, uh, 1800年代の最初なんだウィ,ウィリアム・コーバットが,、あのー、いう人がウィリアム・コーベットという、あのーえっと、イギリスのジャーナリストがあハウンドハウンズっていうじゃんハウンズって何てハウンド犬っていうのが、あのーえー、なんかそのなるほどなるほど レッドリン猟犬に猟犬にあのがあのちょっとうさぎのあ匂いを置いててでこうやって <laughs> レッドヒリングあ赤ニシンをこうやって見せてほらほらこっちだ落ちてピエッてやるとそっち行っちゃうっていう形であのなんかその人の気を散らすような、えー、と例えとしてそのウィリアム・コバットっていう人が。 ジャーネストが書いたのが最初なんだって、えー、知らなかったおかげさまで一つ何か勉強になりました <laughs> ということらしいですああだからレッドヘリングですね <laughs> 学力偏差値はと僕思いますよ、うん、まただからそれに騙されちゃった人が日本に多いっていうのは残念なことですけどもね、えー、あのー、ということでえっ、ー、とここまでですかねあのー、最後レッドヘリングのご質問ですごいなんか高度なご質問で僕も勉強になってよかったです <laughs> どうもありがとうございましたありがとうございました <laughs> また皆さんお、えー、質問お待ちください。ありがとうございました。